量産型部隊が正面から突入。合わせて遠距離支援爆撃開始。高度維持、速度を落とすな。なるべく深く切り込むぞ。ラプチャーがこちらを認識。対空火器にマーキング。自律飛行に切り替え、1分後に降下。攻撃する。直近の J ポイントで合流。合流後最短距離で軌道エレベーターに突入する。時間との戦いだ。敵が奇襲から立て直す前に入り込む。パラシュートは使わない。逆噴射装置を使え。命令はただ一つだ。敵を一掃しろ。レッドフード、よっしゃ先に行くぜ。うわ、びっしりやがれ。スノー、サンジの方向から片付けるぞ。はい。ウルフスベイン、レディ。セブンスドワーフ、レディ。よし、やっちまえ。もう一回。はい。よっしゃ、もう一回。地面が近いです。くそ、逆噴射装置起動。金、中距離、何してんだ。実に賑やかだ。同感です。敵発見、ビーム兵器モデル。深く入り込みすぎたか。剣でビームを切れないのですか。この機会に試すとしよう。死んでしまいますからやめてくださいね。グレン、切れますか。当然であろう。天地万物を切るとはこういうことだ。まだまだだな。もう少し早く切れたはずだ。ポイントクリア。虹の方向に直進。なんだあそこは、うじゃうじゃいすぎだ。迂回するべきでは。行け、リリスが出る。んじゃ黙って突撃だな。お疲れ様。じゃあ行こっか。やはりあれには勝てんな。
軌道エレベーターまで 1km。 みんな大丈夫だよね？もちろん。きっと精鋭が入り口を守ってるはず。そしてエレベーターの中には何があるかわからない。でも何の問題もない。あなたたちは強いからですよね、指揮官。そうだ、君たちは強い。もう少しかっこよく話してもらえません？こっちは生身の人間だ。3キロメートルを全力疾走しましたからね。前方、あいつがいる。あいつ？ウルトラだ。みんな触手に気をつけて。レッドフード、持ち場を維持して。悪い、時間がないんだ。全員レッドフードを中心に隊列調整。コードネーム、ウルトラと交戦開始。あいつさえ倒せば軌道エレベーターまではすぐよ。行くぞ、エンカウンターだ。状況終了。奇襲じゃなきゃ大したことないな。じゃあエレベーターに乗って宇宙に行く？よし、行こう。中に何があるかわからないの。みんなしっかり気を引き締めて。指揮官、宇宙服は問題ありませんよね？ああ、宇宙服を着られると思うと昨日からワクワクして眠れなかったよ。じゃあ行きましょう。眩しい。お日様も歓迎してくれてるみたいだな。その言い回しは古臭すぎませんか？見ろよ、スノー、東の方が赤く。どうしました？みんな、あそこ何だと思う？人間みたいですけど。新種のデコイでしょうか？制空権は諦めたのかと思っていましたが、考えを改めたようですね。デコイにしては形が変わりすぎていないかね。あれ、動きましたよ。体から何かが抜け出ているようですね。分裂している。あ、体から抜け、ラプンツェル、大丈夫ですか？こりゃあ私のせいだな。私には目視できん。望遠鏡はないか？携帯のズーム機能で見えませんか？さすがスノーホワイト、機械のスペシャリストだな。指揮官が使いこなせてないだけですよ。デコイではなさそうだな。ん？シンデレラだ。何？資料で見た顔と同じだ。ガラスの靴もある。しかし目の色が。全員入るよ。狙撃準備。なんだこれ、全部ビームかよ。回避不可能、ラプンツェル。あ、はい。第2波が来ます。また防御を試みます。レッドフード、落として。オーケー、任せな。
反射。あ、レッドフード。ビーム兵器、また来ます。バカな、こんなものを単独で運用できるはずが。ディストーションリング生成できません。出力不足です。私が切る。ふざけたこと言わないで、みんなしっかり捕まって。指揮官は鼻と口を塞いでください。は、早すぎ。息が。我慢して、このまま退却するよ。退却？何を。勝てない。ふざけんな。私はここで死ぬなら勝ってからにして。負けっぱなしなんて恥でしょ。私には時間が。リリスお姉ちゃんは重度のオーバーヒートで整備中だ。しばらくは指一本動かせないだろう。はい。これからどうなるのですか。人類は地下に避難する。世界はラプチャーのものになるだろう。人類は滅びるのですね。そうとも言えない。アークには完全に近い生存環境があるらしい。狭いということを除けばな。私たちはどうすれば。人類の移住を支援する。その次はアークへ向かい、反撃に備えなければならない。そうですか。そうか。じゃあ私はここまでだな。は、はい。もう限界なんだ。多分持ってあと数日ってとこだな。ひょっとしたら今日かもしれない。な、何を言ってるんですか。最後まで私たちと一緒にいるって言ったじゃないですか。悪いね、おちびちゃん。嘘ついてたんだ。死ぬのは故郷で、ずっと前からそう決めてた。もともとはお前らと一緒に戦って死ぬ気だったんだけどさ、逃げて生き残っちまったから。だから私は行くよ。ダメです。行かせません、絶対に。スノー、よく聞いてくれ。狼は井戸の底で死ななきゃいけないんだ。人間はみんな死ぬ場所が決まってるってことさ。ここは私が死ぬ場所じゃない。嘘をつかないでください。レッドフードだってここに残りたいんじゃないですか。ここが好きですよね。一緒に戦って死にたいって思うほどだったんじゃないんですか。ああ、そんなの全部出任せだ。正直に言うよ。侵食は直接感染者を殺しはしない。誰かに殺されないと終わらないんだ。私がずっとここに残ってたら、いつか侵食が完全に発現するだろうし、その時は決めなきゃいけない。その時が来たら、お前ら私を撃てるか。撃てるのかよ。撃て、泣かずに撃てるか。撃てないだろ。バカみたいにいいやつらばっかだよ。そうなったら、私が最後に見るのはお前らの泣き顔になっちまう。それを見ろってのか。それを見て死ねって。私は見たくない。絶対嫌だ。だから行かせてくれ。行って静かに死ぬんだ。
そうか。指揮官！君がそう決めたのなら止めはしない。本当にご苦労だった。隊長もな。みんなご苦労さん。ドロシー、スノーホワイトを抑えろ。話してください。ドロシー、話して。おちびちゃん、かわいいスノー、元気でな。楽しかったよ。私は泣かない。レッドフードが死んだって。